はい。でね、これが、これがね、あの後楽園ホールの還暦祭ね、還暦祭、クラウドファンディングがあったときに、あのクラウドファンディングってね、その時にあの村山ピンギーさん、あの侍の人が教えてくれた、私知らなかったんですよ、こういうの。そうしたら、あのバコンセンター、クオレンジャーってあるんですね、あのその私、後で見せますけど、特許、商業登録も積もってるし、バコンさんも私、特許も出ますしね、あの名古屋のバコン YouTube の。セッターとバコンセッター、クオレンジャーって8人いるんですけど、みんな侍のカメラマンで、私がレッドで、そしたらレッド、あのちょうど赤コーナーがまだの、これ青コーナーも出てたんですね、クラウドファンディングがね。だから、そっとよし、やるって言って、これが赤コーナーね、これ一番高い金額です。で、そこで私が盛り上がってきましたんでね。で、ここにね、これがあのハンドボールね、HC 名古屋さんのね、これ、あの、HC 名古屋さんの VIP 会員のね、ファンクラブ、これ選手のやつね、これも見てきた人でもからか、ハンドボールね、買って。ね、こうやってね、だって、あ、まあ、これはいいです。これがね、あの